グリースは潤滑油と異なり、特殊な性状や性能があります。どのようにして測定するのか、その結果の見方はどうなのか、転がり軸受けようグリースの試験に関して解説をいたします。ぜひ、最後まで見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。転がり軸受けようグリースの性能試験は、その方法が JIS に規定されています。ここに示した試験が、多くのグリースについて実施されています。ここの試験の内容について、順次解説いたします。代表的なグリースに関する性能試験の意味を示しました。実際に機械で使用する場合に必要な確認試験です。詳細は後のスライドで個別に解説いたします。この図は、照度の測定方法を示したものです。塩水を5秒間浸入させて、その浸入した深さの10倍の数値を照度とします。照度は、グリースの硬さを表す基本物性値で、増張材流により硬さを調整できます。つまり、硬いグリースは増張材が多く含まれています。この表や製品の照度は混和照度を表しています。規定の混和器で、25度 C に保持した後、60回混和した後の照度を測定した数値です。グリース動画ですでに解説していますが、右の表の照度と JIS番号は大切です。混和安定度とは、グリースを規定の混和器で10万回混和して25度に保持した後、さらに60回混和した後の照度です。グリースの機械的安定性の評価法の一つです。JIS、K、2222に規定されています。この試験は、試験前の照度測定結果と対比させて、グリースの軟化、硬化、傾向を評価するものですが、実際には、グリースが非常に複雑な状態で使用されていることが多く、実機との相関はあまりないと言われています。この滴点は、グリースの耐熱性を見る上で、重要な物性値です。右の黄色くなっているところに、グリースを入れます。容器の周りにくっつける感じです。それを温度の測定できる容器に入れて、徐々に温度を上昇していきます。温度がある温度になると、石鹸系の増張剤が溶けて、潤滑油を保持できなくなります。そうすると、潤滑油が下に落ちます。この時の温度を滴点と言います。つまり、熱に強い増張剤は、高い温度になります。注意することは、この滴点の温度までグリースが使用できることではありません。簡単には、グリースは滴点の 60% までと覚えておけば安心です。資料を金網塩水炉下器に測り取り、規定温度で規定時間、高温空気浴内で保持した後、資料から分離した油の質量を測定し、離油度を算出する。試験方法、JIS、K2220、炉火器の先端 15mm の位置まで、網目から資料がはみ出すように資料を内面に均一にヘラで押し付けた後、資料表面を盛り上げ、炉火器の網目からはみ出した資料を取り除いて、資料の全量が約 10g となるように測り取る。その後、蓋の鍵に吊るし、ビーカー中に収め、規定の温度プラスマイナス 0.5 度 C に保った高温空気中に規定時間入れ、ビーカーを取り出し分離油の質量を測定する。分離油が多いと高温で使用する場合、グリースが垂れる問題が発生しやすく、グリース自体の安定性も悪いと考えられます。水洗耐水度試験は、グリースの耐水性、水に流されにくい性質、の評価です。つまり、軸受けなどからグリースが水によって洗い流されるのに耐える性質を評価します。グリースを充填した試験軸受けに、噴射ノズルから規定温度の水を吹きかけます。1時間回転させ、乾燥後の資料原質量を求めます。主な支配因子は、比油粘度、増張剤、照度であり、数値が小さいほど耐水性に優れます。リチウムコンプレックス石鹸が優れていることがわかります。また、ウレアグリースも優れた結果を示しています。
なお、この試験は非常に誤差の多い試験です。試験温度は39度 C と79度 C があります。グリースは金属に塗布されるので、これを腐食しないことが必要です。銅板腐食試験はこの性質を利用して、銅板の変色度合いを銅板腐食標準と比較し、該当する変色番号で表示するものです。この試験は、研磨した規定の銅片にグリースを塗布して、銅片やグリースの腐食や変色の程度を評価するものです。室温24時間で行う A 法と、100度 C、規定時間で行う B 法の2つの方法があります。グリースによる腐食は、グリース中の酸性物質や酸化劣化による酸化性生物、あるいは腐食性硫黄などによって引き起こされます。合格基準は緑色または黒色変化がないことです。なお、変色度合いについてはユーザーとの取り決めによることが多いです。変色が少ない、1、クラスのグリースが望ましいです。グリースそのものには寿命というものは存在せず、潤滑している機械部品が寿命に至った時が、そのグリースの潤滑寿命となります。時空家寿命がグリースの寿命になります。JIS 予備番号6036の時空家を140度 C 下 3500rpm で回転させます。20時間運転、4時間休止の断続運転を行います。そして、過負荷によって時空家が、回転しなくなった時を時空家潤滑寿命とします。数値が大きいほど、時空家潤滑寿命が良いことになります。この試験は、かなり長い時間を要しますので、終了した時は記録でわかるようになっています。OA 機器の性能向上要求に伴い、稼働部品の一層の低振動、低騒音化が求められています。また、エアコン、洗濯機、冷蔵庫、掃除機などの家電製品または自動車などでは、セールスポイントの一つとして、静かさが挙げられることが多くなってきました。このような状況の中で、転がり時空家に対する低振動、低騒音化の要求は年々厳しくなってきており、その音響性能を測定するのが、アンデロンチであります。ベアリング内輪を回転させ、外輪の半径方向の振動を速度センサで検出し、アンデロンチとして数値化します。数値が小さいほど、低騒音で、静音グリースと言えます。グリースの蒸発量は、グリース中の水分と軽質油分の蒸発原料を重量パーセントで表したもので、一般に、低粘度油を原料とするグリースあるいは比較的高い温度で使用するグリースについて、蒸発損失が潤滑性に影響を与えるかどうかを評価するものです。また当然のことながら、蒸発量の少ないグリースほど使用上望ましいと言えます。グリースの蒸発量測定には A 法と B 法があり、A 法は、試料 20g を試料容器に取り、150度 C の高温空気浴中で8時間加熱し、蒸発原料を重量パーセントとして算出するものです。一方 B 法は、200g 以下の試料を同性試料容器に取り、蒸発器中に入れ、そしてこれを規定温度の高温浴中に浸し、加熱空気を22時間通じ、蒸発燃料を重量パーセントとして算出するものです。グリースも潤滑油と同様に、酸素の影響で酸化されます。この酸化のしやすさ程度、および耐熱性の評価になります。この試験は主としてグリースを長時間使用した場合の酸化安定性を評価するためのもので、各種ベアリングに薄膜状で付着しグリースの酸化安定性などの評価に応用されます。グリース 4g を充填した容器5個をボンベに入れ、755kPa の酸素を封入し、規定温度で100時間保持します。その後、圧力低下量、酸素圧の減少量を読み取ります。圧力低下が少ないほど、酸素を吸収していないので、酸化安定性が良いことになります。グリースを低温で使用する場合の抵抗を見る試験です。時空家にグリースを充填し規定温度で2時間保持します。1rpm で回転させ、時空家の外輪を静止させるのに必要なトルク値を求めます。起動時の最大のトルク値、Q
軌道トルク及び10分間回転させた際の最後の15秒間のトルク値の平均回転トルクについて評価します。数値が小さいほど低温でスムーズに回転することになります。時空家の錆止め性試験です。グリースを充填して回転させた時空家を水に浸した後、52度 C、湿度 100% 下で48時間保持します。その後に、錆の発生を観察する。錆が発生しないことが大切ですね。一般に、転がり時空家用のグリースには、極圧性は、それほど要求されませんが、グリースには高い荷重を受ける箇所で使用する場合には、極圧グリースが使用されます。そのグリースの極圧性を評価する方法です。種として、ここに示した、4級試験とチム検試験が用いられます。4級試験は、検接触での試験で、チム検は先接触の試験です。グリースに関する、いろいろな試験方法を解説しましたが、ここで、グリース全体に共通して求められる性能をまとめて、解説いたします。まず、適正調度、潤滑油の粘度同様、グリースの調度は潤滑性において非常に重要となります。グリースが柔らかすぎると、漏れや油膜切れを起こしたり、グリース潤滑部分以外にグリースが入り込むことで、騒音の発生や攪拌抵抗の増加、発熱が起きたりする可能性があります。逆に、硬すぎると、抵抗が大きくなりすぎたり、油分が不足したりし、潤滑不良を起こす場合があります。調度は、増長剤の種類や量、器具の組成や粘度に関係しています。次に、酸化安定性。グリースは高温時等に空気中の酸素と反応して酸化劣化することにより、異臭の発生や、グリースの変色、調度の変化及び適点の変化などを起こすことがあります。酸化安定性を良くする目的で、酸化防止剤が添加されますが、キーや増長剤の種類も酸化安定性には関係してきます。続いて、機械的安定性。グリースは潤滑部において機械的切断を受けることで、柔らかくなります。増長剤のグリース構造が、切断によって破壊されるからです。そのため、機械的安定性は増長剤の種類に依存します。機械的切断によって調度が変化し、グリースの漏れ、潤滑不良、騒音などの現象が起きる可能性があります。さらに、防水性、腐食防止性、潤滑油同様、金属への防水性、腐食防止性がグリースには求められます。水を使用する箇所では、錆が問題になります。また、銅または銅毛菌が時空家の保持器や集中給配管に用いられる場合、グリースの銅に対する腐食性が問題となることがあり、したがって最適な添加剤によって強化されたグリースが求められます。さらに使用される環境、用途によっては以下のような性質も要求される場合があります。まず、低温特性、寒苦性、寒冷地等でグリースが用いられる場合、グリースが硬くなり、起動時のトルクの増大や、運転時のトルクが問題となることがあります。特に、精密機器、自動車部品、航空機部品等では低温特性の一つとして低トルク性が要求されます。耐熱性グリースは、熱によっても増長剤のグリース構造が破壊されたり、酸化劣化を生じたりして、グリース構造が維持できなくなり、軟化や軟化による潤滑不良、騒音等の原因となります。グリースの耐熱性は、増長剤の熱安定性に大きく依存するため、増長剤の種類によって、耐熱温度が異なります。製鉄機械、製紙機械や、自動車部品の中でも高温で使用される部品等には、高い耐熱性が求められます。グリースの耐熱性の指標の一つとして適点があります。耐水性も必要ですね。具によって流されにくい性質や、吸水しにくい性質、または、吸水や混合した時に性状変化が起きにくい性質を、耐水性と呼びます。水に対する性質は複数あるので、グリースが使用される環境において、問題ないかどうかを考える必要があります。
具体的な試験方法としては水洗耐水度試験や水を混ぜたシェルロール試験等が挙げられます。清潔機械、静止機械では水を多く使い、また建設機械等では屋外で風雨にさらされるので耐水性が求められます。極圧性、耐摩への必要なグリースもあります。高荷重や衝撃荷重がかかる部位に使用されるグリースには耐荷重能や耐摩耗性が必要です。グリース成分中の気油粘度や極圧添加剤の有無が関係します。悪創性も、製鉄設備をはじめ建設機械、大型トラック、搬送機等の多くの機械でグリースをポンプで送る集中給止装置を採用しています。ポンプでグリースを送る場合の量比は、圧力を加えてグリースを流動させた場合の管内抵抗を見かけ粘度によって評価します。この数値が小さいものほど悪創性が良いとされます。グリース漏れは注意がいります。時空系統からグリースが流出すると時空系の潤滑寿命を著しく低下させ、かつ機械の故障の原因にもなります。グリースの漏れには機械的安定性や耐熱性が関係します。時空系音響特性は、大切ですね。転がり時空系から発生する音と振動の性質を言います。時空系の騒音の原因としては、照度が適正でない、グリース中にゴミや添加剤等の粒子があり、グリースが均質でない等が挙げられます。時空系音響特性は時空系の精度や振動等の影響も受けますので、非常に複雑で、最後にお願いがあります。今後も有益な潤滑油情報をお伝えするためにも、チャンネル登録とグッドボタンをプチッとお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。